草部さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、まさこラジオの4回目なんですけど、いつもね、皆様からのコメントにコメントバックしていただいてるんですけど、今日はコメントバックちょっとお休みさせていただいてですね、草笛雅子からのお知らせをメインにいきたいと思います。いや、まあ、草笛雅子が結婚するって。そうなんですね。なわけねえだろびっくりしたわ今。私も驚いたわ違いますよ皆さん、そんな話じゃないです。ないです。そういえばこの間もまたレッスンをちょっと見学させていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。レッスンの終わりにね、ちょっと隠し撮りをさせていただいた。だからね、山ちゃん来てる時って何か企んでるなってなんだねバレてる。 ただなんか見学だけに来る人じゃねえな。バレてるんだ。なんか企んでんなっていう気はしてました。隠し撮りをちょっとさせていただいてたんで、まず皆さんにその様子をご覧いただきましょう。どうぞ。すみません、去年レッスンもらって、ありがとうございます。なんかあと草笛先生に聞いたんですけど、回してたから、なんか言えなかった言葉があって、はい、でなんかレッスンの不完全練習になって、的なことをね、なんかその有益なアドバイスはありました？大丈夫、もう。次は。はい、なんか問題クリアです。はい、クリアさせていただきました。すみません、なんか一回読むにいやいやいや、それってこっそりどんな感じの内容ですか？こっそり、こっそり、でもあれ言ってる年少、年少でもその勉強するための、はい、テクニックみたいなヒントがいただく。そうなんです。あの時に年少、年少、年少使えなかった。年少、年少、絶対無事です。そう、年少、年少、私の発声法なんで、だからブロードウェイのとか、どこからの発声法じゃなくて、私の発声法、私が作った年少、年少ので、先生特許、東京の先生で、あの時に年少、年少だったから、もう完全にクラシックのブレスに移行しちゃってたの。年少、年少、なかったら全部顎が落ちてブレスを取ってます。そうだ、だからその言葉を聞いた瞬間にひらめいたみたいな。だから次はちゃんと、録画がなかったから、年少、年少、ちゃんとやった。なるほど、なるほど。これだったんだって一瞬にしてできたのだから年少、年少、すごいすっきりですねすっきりしました。パッと出たもんね。もうあの時ね、お互いにレッドハンで書いてるね。何のレッスン？何のレッスンだったのかな。大丈夫だと思う。まあ、メブ先生、あの時にさ、スタジオの時にもう完全不完燃焼。あれね、私壁殴ったこと。なんか、でそれなんでかって言うと、録音してた、録画してたから言っちゃいけないメソッドがあったんですよ。みんなイライラしてめぐちゃんが殴られそうになってで次のレッスンで録音がなかった。そのことしたら一発できました。あ、そうそう、あ、で、そう、で、あ、このことだったんだ、そうそうそう、これかーって、これかーってところで実は回してるんですけどこれごめんなさい、ダメなところを P 入れますんで流していいですか？このレッスン後インタビュー先生大丈夫ですかね？マルヒ情報 P 入れますんで、ちゃんと、はい、はい、撮らせていただきましてありがとうございます。隠し撮りありがとうございました。気になってたんですよ、千秋さんのレッスンの録画をした時に、その後に草笛さんからちょ録画してたから言えなかったことがあったんだよねみたいなことね聞いてたじゃないですか。そうなの、あの次のレッスンの時にね、もう本当に不完全燃焼でストレスで千秋ちゃんが帰ったっていうことも分かってたんですよ、なんかずっとこう暗い顔してたんで、でピンポイントで あの言葉伝えたら一発でできたんだろうなって思ったんだけど、録画してたので、どうしてもその一言が言えなくて、千秋ちゃんには申し訳ないなと思って心の中で謝ってたんですけれ ど、 なるほど。で
次のレッスン録画も録音もしてなかったので、山ちゃん来てなかったので、はい、それをお伝えするとごめんねってごめんねから始まったんです。ごめんね、気持ち悪かったでしょ、なんか、うん、イライラして帰ったんじゃないのみたいな、いやなんか気持ち悪くってなんか不完全燃焼でって、うん、それもう一回やっていいかなって言って戻、うん、リピートして、はいはい、で一発でできたんですよ。ただご本人は、うん、あ、これだったんですねっていうので解消いたしまして、うん、大誤りでした。申し訳ございませんでした。千秋さん申し訳ございませんでした。そんなわけでですね、それでもレッスンをご覧になられた方で分かる方には分かってしまってる感じなんですかね。クレーム来たって言ってたじゃないですか。いや、あのね、千秋さんのレッスン、はい、YouTube で流してくださったじゃないですか、そしたらね、あまりにも見せすぎなんじゃないかなっていうご連絡をいただきまして、でそのブロードウェイで学んだこととか、今は私先生じゃありませんよ、伝え人ですよねって言ったことあったじゃないですか、うん、だから私が学んだことを伝えるのはそれはいいんじゃないか、うんうん、ただそのまま伝えても日本人の母国語が日本語なので、うん、そのまま伝えてもうまく伝わらない、うん、それで私が独自にこの、アメリカでの勉強の内容を日本人に分かるように、はい、母国語が日本語でもうまくこう移行できるようにっていうので、はい、まず私が考えて私が生み出したことっていうのが結構あるんですよ、うんうんうん、でそれをやっぱりレッスンの時に使っちゃうので、学んだことを伝え人はいいけれど、うん、自分が作ったものを惜しみなく出すのはやめなさいって、式の先輩方にやっぱりご連絡いただいて、まず先輩方が見てくださってることにびっくりしたんですけど、そうですか。でもやっぱりすごく雅子ちゃんらしいと、うんうんうん、もう何でも明け広げすぎると何でもかんでも言っちゃうと、ほいほいほい、それはもう本当に知ってる雅子ちゃんなんだけれども、うん、やっぱり自分が学んで、で自分が考え出したことは、うん、学んだことをその全て出すっていうのもどうかなと思うけどって、でもやっぱり自分が作ったものを全て惜しみなく出すにも限度があるよと、うん、だからやっぱり言うなと、やっぱり大事にしなさいと先輩、うん、でそんなわけでですね、隠し撮りもそうなんですけど、あとグループレッスンの風景もそうなんですけど、うん、ちょっと P をね入れさせていただいておりましてですね、この P の部分を聞きたい方というか知りたい方はもうレッスンに来てくださいよってことなんですね。要するに草笛雅子のレッスン受けないとここはねやっぱりちょっと教えられないわと私が思います、うん、ありがとうございます、はい、でもこの前ね見学に来てくださってた方が、うん、なんかすごい来た時はなんかすごく暗い方で、はいはい、どうしようこれ大丈夫かな、それも長時間3時間じゃないですか、ですね、グループレッスン、ね、うん、これ大丈夫かなって私実はすっごく心配してたんですよ、でもお帰りになられる時すごいものすごいテンション高かったですよね、うん、あの後ちょっとお話しさせていただいたんですけど、うん、ものすごく喜んでいらっしゃいます。そうですか、はい、でね、そんなわけで今今後の草笛雅子のレッスンをちょっと拡大していきたいなと思っている中で、今分かっていることをですね発表しちゃいたいと思うんですけど、まず見学、うん、レッスンの見学はいつでも OK ですね。もういつでも OK です。で大体、うん、3週目でしたっけ。そうですね、私は第3週目しか東京に来れないんですよね、はい、関西がちょっと詰まっていて、はい、なので、3週目に、下北沢、ね、はい、下北沢ですね、でやってますので、ご見学希望される方はですね、こちらのメールアドレスにご連絡ください。で、あんまりいっぱい来たらやばいですよね。
やでもだって20人とか計画規模来たら入れないっすよ。それ生徒さん大きな迷惑になっちゃいますね。で、まあ、あんまり多いとちょっと次回にしてねってことになっちゃう可能性があるんですけれども、ご連絡メールでお問い合わせいただきましたら大丈夫ですよとか、この日にしてくださいねみたいなのをねお知らせいたします。今のところレッスン日決まってるの、これ言っちゃっていいんですかね。あ、いいですか。はいはい、4月まで決まってますよね。今のところ決まってるのは2月の20日、3月の19日、4月の16日。いずれも下北沢の駅から徒歩10分ぐらいのところですね。で、9時からスタートなので、見学されたいという方は8時45分ぐらいに下北沢の駅に集合っていう感じになります。まあ、いきなり来られてもちょっと人数の関係でね、難しい場合があるので、来ちゃったって来ないでくださいね。必ず連絡をしてください。で、そしてレッスンね、これから受講生増やしていくんですけれども、まずその足がかりとしてワークショップやろうじゃないかと。いや、これはね、私がやりたいって言ったんじゃなくて、うん、グループレッスンの方がそうですよ、ね、ワークショップしてほしいって、うんうんうん、周りの方々が、うん、レッスン受けてみたいのでワークショップをお願いできないだろうかっていうふうに、はい、グループレッスンのメンバーの方にからご提案いただいたんですよね。ご提案いただいて、で、まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとワークショップと言ってもそんな大げさなものではなく、体験グループレッスンみたいな感じですよね、イメージ的にはね。そうですね、なんとなくどんなことやってるのかって、うん、なんかそのグループレッスンの方がよくグループレッスンの内容のことをお友達にお話しすると、うん、はいはいはい、そんなに楽しいなら行ってみたいみたいなご意見があって、うんうん、はい、それでその方からワークショップしていただけませんかみたいなご意見が出たんですよね。なるほど、うん、というわけでですね、ワークショップを開催しちゃいます。お日にち5月の12日、場所は下北沢で、お時間は13時にスタートになりますので、12時45分ぐらいに下北沢の駅に集合となります。で、定員20名です。20名で締め切りますので、先着20名様ですね。参加費用はお一人様5000円でございます。で、こちらは振り込みとかそんなんじゃなくて、もう現場で草笛先生に入って。いや、山ちゃんに。あ、私ですか。うんうん、まあ、現場でお持ちいただければ大丈夫でございますので、お申し込みをですね、先ほどと同じですが、こちらのアドレスに、ワークショップ希望と書いてご連絡をいただければ、こちらから改めて参加可能ですとかですね、いっぱいになっちゃいましたとかご連絡をさせていただきますので、こちらの方に興味がある方はご連絡ください。で、まあ、定員があることですので、ご予約いただいて来れなくなっちゃったっていう場合はですね、その旨また前日までにはご連絡を頂戴したいなと思いますので、なるべくスケジュール確定されている方はご連絡いただいた方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、いろいろちょっとこれから指導しますね。これもうグループレッスンとかもね、ワークショップ来られて、いや、レッスン受けたいわっていう方がね、出てくる可能性があるので。そうですね。だから、うん、まあ、プロの、うん、方々っていうのは、まあ、個人レッスンで、はい、でも、まあ、見ていただきましたように、個人レッスン、本当にタイトです。もう、厳しいですよね。そうですね。ですから、やっぱり、笑いで始まり、笑いで、ずっと笑ってるみたいなのは、うん、まあ、グループレッスンだと思うの で、 そうですよ、ね、歌を楽しみたい方はグループレッスンでもニューヨークターブは絶対出るようになるので、うん、笑ってたらニューヨークターブ出たみたいな感じです、うんうん、グループレッスンの YouTube チャンネルあるじゃないですか、はい、今一人ずつ違う歌を歌っているのは、本来はグループレッスン皆様で1曲か2曲なんですが、今お一人お一人1曲ずつ勉強していただいているのは皆様グループレッスンのメンバーで、はい、9月、秋ですよね、11月ですか、うん、ライブなさるんですよ、うん、発表会ライブね、はい、それるらしいですね。で、1人3曲なので、はい、月に1回しかレッスンがないので、はい、今お一人お一人を作り上げているという感じです。ですからちょっと本来のグループレッスンではないグループレッスンを YouTube では見ていただいてるんじゃないかなと思います、はい、うんうん、本来は、共通の課題曲が2曲ぐらいあるんです。そうですね、1曲から、まあ、曲にもよるんですが、1曲から2曲、はい、皆さんで同じ歌を歌う、うんうん、そして、まあ、
一人ずつ歌っていただくみたいな感じなんですが、うん、その曲って先生が決めてらっしゃるんですか？いえいえいえ、あ、違うんですね、はい、生徒さんたちのリクエストですね。こんな歌歌ってみたいなっていう、うんうんうん、なるほどなるほど、わ、うん、かりました。というわけで、まあ、あのレッスンをね、いきなり個人レッスンっていうのはちょっとハードルが高いかと思うので、うん、まずはワークショップ、あ、まずはレッスン見学もしくはワークショップの参加。そうですね、まずはどんなことをしているのかっていうのを見ていただくのが一番わかりやすいかな、うん、と思います。で、その後やっぱりちょっと違うもんね、他のレッスンとはね、違うと思いますね、うん、で、なんかね、グループレッスンに関して私の感想を言うとすればですね、うん、歌だけじゃなくて、じゃマジでアンチエイジングになるんじゃねこれっていうのをちょっとね思いまして。そうなんですよ、うん、私たるみで、うん、私は本当にプロの方じゃない方との出会いってたるみのカルチャースクールが初めてだったんですが、やっぱり教室に入った時の空気が暗いんですよね。ああ、ね、わかるような気がしますよ、うん、はいはいはい、なんか暗くて、うん、でこう皆様のこう顔をこう見るとやっぱりマスクしてても暗いんですよ。ということは、まあ、表情筋が落ちていってるって、まあ、当たり前ですよね、70、80でね、ほとんど70代の方ですもん、そしたらやっぱり、あ、まずは、明るいお顔になっていただきたいなって思って、アンチエイジングだなって思って、で、歌を楽しむイコール、アンチエイジングなんですよ。だって楽しむんですから。そうですよね、うん、だからなんかまずは楽しんでいただきたいなって思って、うん、それがイコールアンチエイジングにつながっていく、うん、そしてブレスが完全にアンチエイジングなので、うん、ブレス自体がね、うん、歌のこの商法の、はい、だからブレスの特訓を本当30分ぐらい やらせていただくんですよ、うん、普通カルチャースクールってなんか発声練習あっという間に終わっちゃうんですよね。みんなで歌ってわー楽しかったみたいな感じですね。そうなんですよ、うん、そしたら本当に楽しい、高音出てないのに、うん、って歌ってらして本当に楽しいのかなとか思っちゃって、だから、うん、まず楽しむための呼吸、はい、それがまずアンチエイジングであり健康であり、やっぱりね歌を歌うために普段取ってないブレスってすごく肺に負担かけるんですよ。あまり健康的によろしくない。だから自然な空気をワイドにするっていうのが健康なんですよ、うんうん、だから本当に健康で楽しくって、で華やかになっていただいて、この頃はだから教室の空気がおはようございますって入っていった時の空気が色が違います。グループレッスンの生徒さんの方っていつもニコニコしてらっしゃって、そうなんです、ものすごく若々しい感じですもんね。いや、若々しくなられましたよね。一番最初私存じ上げてないんであれなんですけど、いや、やっぱり年相応なんですよ。なんか暗いみたいな。でもなんかお年聞くとえって思いましたよ。そうなの。そんなにお姉さんだったんですかっていう感じですもん、うん、でもやっぱり呼吸法が変わると、まあ、表情筋が何なのかっていうのを知らないと、はい、まずアンチエイジングにはならなくて、皆さん無意識にアンチエイジングできるのに、無意識は使えないので、ちょこっと意識していただくだけであんだけ華やかになって、もうたるみの教室びっくりですよ。関西来た時ちょっと来て、あ、そうですね、うん、ちょっと見学させてください。80代には見えない。そうですか、うん、で皆さん明るい。でもね、出だしは本当に明るくなかったの。暗かったんですか。だから私初めてじゃないですか、素人さんと、はいはい、初めましての時、逃げたくなりました。なんでこんな暗いねんって、私無理だって、もう私がなんかもう諦めの極地、うん、私にできるわけないじゃんカルチャースクールなんかって、うん、でも今なんかはもう私木曜日なんですけど、うん、で第3週目がお休みなんでこっちに来れるんですけど、うん、皆さんは木曜日がものすごく楽しみになって、もう木曜日が楽しみで生きてますって言ってくださって、私もそうなんです。本当に皆さんのこの明るい表情というか空気もすごく明るいので、本当楽しみになりましたね。楽しみがあるのも若々しさの秘訣ですよね。何も楽しみなくて日々のんべんだらりと生活してるよりは
ハンモック日が楽しみだわってなった方がね、うん、まあ、私もそれお言葉聞くと嬉しくて、うんうん、でただ単にこの日本語の、この日本のブレスで、日本語で歌ってって、別に全然笑顔じゃなくても歌えるんですよね、うん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 、だから歌ってらっしゃる姿、あのお顔を見て、え、本当に楽しんでくださってます、うん、みたいな感じなんですけど、うん、あのタルミのカルチャースクールは本当皆さんが楽しそうに歌ってくださって、あ、反対に学ぶんですよ、あ、歌を楽しむってこういうことなんだわって、うんうん、だからすごく楽しい。じゃあちょっとワークショップもきっと楽しいだろうな。た、私も20名のなうちの人に入ってダメなんだ。そこはダメなんですね。わかりました。あのワークショップはカメラ回さないようにしますので、はい、はい、あの P もね全部言っちゃってください。なんかね、うん、あの P ほど難しくワークショップはしないでおこうと思って、気がついたら帰って鏡見たら顔変わってるなとか、なんかね話し方が変わるんですよ、こういう会話の仕方が。絶対にそれは表情筋云々のお話につながるところですか。無意識に空気をそういう風に誘導します。すごい。魔法使い、それはちょっと教えてほしいな。魔法使いまさこちゃんかしら、見学しに行こうかな。ワークショップ参加じゃなくて、あのね、うん、あの会話って空気の持っていき方で印象絶対変わるんですよね。あ、そうだと思います、ね、いやそれは教えてほしい。だからこう初めて会った人に好印象、うん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 、私お見合いに行く前に来てみたいな感じなんですけど、すごいお見合い指導、うん、あ、すごくいい、あの初めましての印象が全然違うんですよ。へえ、そうなんだ、うん、いやそれはビジネスマンも必見ですね。そうですね。だから本当にあの、うん、ま、アナウンサーさんとか声優さんって絶対そうやってお話されてるんですけどね。あ、そうなんだ。絶対にあの声優さんもアナウンサーさんもレッスンさせていただいてるんですが、うん、え、うん、すごく大事なことなんですよ。相手に与える第一番目の印象、うん、空気なんですよね。知りたいっす。言葉じゃなくて空気なんです。それを知りたいな、うん、でそれイコール、うん、あの歌を勉強してくださっている方、私の生徒さんは分かると思うんですが、歌につながっていくんです。なんかちょっとあの何でしょう、カラオケがちょっと上手くなりたいなとかっていうテンションじゃなくて、もう行きたいですねそれ。あのね、うん、会話が、うん、あの第一印象良くなる会話のできる人って歌えますからね、うん、あ、そうなんですね、うん、何何それ知りたい、教えてあげない。ヤマちゃんだけには絶対教えてやんねよ。なんで、おめえだけには絶対教えてやんね。なんでよ、意地悪だ。もう内緒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 、はい、さよなら。あれ内緒入れてるのは私ですからね、言っておきますけど。あ、そっか、はい、だからもうじゃあ私貝になる。喋らない草笛さんっていうのもどうなんだろう。あ、貝になられてしまいました。そんなわけでですね、もう一度お知らせいたしますが、ワークショップが5月12日、参加費用は5,000円、場所は下北沢、時間は、12時45分に下北沢に集合でございます。ご参加希望の方はこちらまでお問い合わせください。それとは別に、グループレッスンの見学も随時受けたまっております。今のところ決まってますレッスンの日は2月20日、3月19日、4月16日、いずれも下北沢で、集合時間は8時45分頃ということになりますので、いきなり来ないでくださいね。あのメールで必ずご連絡をください。メールアドレスはこちらでございますので。では草笛さん、今年レッスンも頑張っていきましょう。ライブも頑張って、ライブやるんだっけ。あ、うんって言った。なんかね、うん、あのなんかね、うん、声ちっちゃい、声ちっちゃい。なんかね、あの、ま、歌わなきゃダメよって言ってくださる方もいて、でこの前あのスリーローゼスのスプリングニューイヤーコンサートに同期がたくさん来てくれて、すごい嬉しいメッセージを全員から一人一人もらえて、チャコーって持って生まれた宝物だから、うん、あの隠してたらダメなのよみたいな。出し惜しみすんなと、うん、やっぱり、うん、チャコにしかできないことってあるじゃんみたいな、うん、本当に私ね、もう同期に恵まれてとか
私人に恵まれてるなと思うんですよね。でその恩返しって何って言ったら、やっぱりプロの子たちには人生かかってるんで、うん、やっぱりチャンスをつかんでもらいたいし、うん、でこんな私の歌でも、うん、あの元気に着の歌、まあ、政子の歌を聴いたら元気になれるのよとか、うん、そういうふうに言って幸せになれるのよとかって言っていただけると、うん、こんな私の歌でそういう風に言っていただけるなんてありがたいなって思って、うん、だからあの必要とあらば歌もうやめよ、あのもう教えだけに専念しようと思ってたんですけど、うん、やっぱり細々とやっぱり歌った方がいいのかにゃって思っちゃった。たりなんかしたりなんかして、うん、あのぜひ皆さんきっとね、あの草笛雅子ソロライブには行きたいと思いますよね。皆さんそうですよね。あのコメントで一体どれぐらいの人が行きたいと思っているのかお書き添えいただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます、うん、本当にね、あの私ね、あの大きなホールで、うん、なんかバーンって歌いたいのよって思ってるわけじゃなくて、うん、お一人お一人にプレゼントできるような歌を歌い続けていきたいなと思うんですよ、うんうんうん、なんかこんなドレス着てね、うん、大きなホールで私をみたいなんじゃなくて、うん、なんか一輪ずつの、それも真紅のバラじゃないよ、うん、タンポポとかさ、うん、何かわいい、あのかわいいお花、うん、マーガレットとか、うん、そのなんか本当にあの買ってくるお花じゃなくて、言ってることの野に咲くお花ね、あの政子の気持ちはね、うん、お花屋さんで素晴らしいお花を買ってきて、うん、一輪ずつプレゼントじゃなくて、うん、なんかそこら辺に、まあ、だから綺麗に春なんか咲いてるお花を一生懸命、うん、ごめんなちゃいって摘んできて、うん、それを一輪ずつこういう風に渡すような歌を歌っていきたいの、うんうんうん、なるほど、うん、それがなんかあの生きてる愛限り、うん、政子にできる歌なのかなって、うん、大輪じゃないの、うん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 、気持ちもそうなの、やりましょう、うん、ライブ。だからその気持ちがうまくこう皆さんに伝わっていただければ、なんか草笛政子って言ったらなんか大きなホールでなんかドレス着て私よみたいに思われてるんじゃないかなと思うんですけど、決してもそのようなことは、うん、なんか必要としてくださるところならば、うん、アカペラで飛んでくよみたいな感じ。よくアカペラで歌ってるって噂聞きますもん。そう、うん、あの歌ってって言われていやーとか、あの音がないのでじゃなくって歌ってって言われたら、うん、なぜか突然歌い出す今日この頃みたいな。だそうです。あの今年じゃあライブもきっとあるはず。どこであるかは分かんないですけど ね、 そうですね、ま、これからですよね。まだ全然計画してないですね、うん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 、今あの生徒さん、関西も東京も、生徒さん方が発表会をなさるっていう日程が詰まってきてるので、うん、やっぱり皆さんに素晴ら、まあ、いいお歌を歌っていただきたいので、うん、その、まあ、そこに関わるったらおかしいですけど、あの皆様のこの発表会に一生懸命になると自分のものどっか行っちゃうので、うんうんうん、ちょっとそれが落ち着きましてから、それ落ち着くのが秋ぐらいかなと思うので、もしかしたらそのクリスマスの CD を出すぐらいに自分のコンサートできるかも。すごいいいタイミングです ね、だからその、うん、私は初めねバースデーって思ってたんですよ、自分の誕生日の7月に、うん、ところがね目白押しで生徒さんたちのコンサートが、うん、秋とか春にあるんですよね、はい、で考えたら今山ちゃんが、うん、なんかね、いろんなことを私にこうしたらどう、ああしたらどうっていろいろ教えね、うん、CD 出そうよとか、うん、そしたらちょうどクリスマスにそれにブッキングして、うん、でその頃って絶対落ち着いてるので、ね、うんうん、今年の冬クリスマス間近に、うんうんうん、その CD と一緒にちょっとライブ しようかなって今ちょっと思っています。じゃあいずれにしてもあの夏以降秋以降かな、うん、ですね、うん、に皆さんライブやるみたいですよ。お楽しみ、頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、でもレッスンにしても雅子が歌う時にしても、うん、あの私お出会いは宝物だなって思うんですよ、はい、だからお出会いとご縁は宝物なので、うん、大切に、宝物を大切に今年一年も
頑張っていきたいと思います、はい、お出会いよろしくお願いします、はい、では今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日お笑いがなかったですね。あらまり、なんか最後にやってくださいよ。私だってわ、もともと私笑いの人間じゃねえもん。あれ違うの？あなた何言ってん